今日も一緒に頑張れ。はい、どうもレインです。よろしくお願いします。1泊2日の東京旅行から帰宅した次の日の朝です。グッドモーニング。東京旅行1日目はね、ウームネットワークの5周年パーティー、2日目はユミワロジャンとディズニーに行ってね、もう遊びに遊びまくってね、帰ってきた、疲れた日の次の日の朝ということはね、ジャックパッキングをやっていかなきゃならねえぞということで、片付けはね、後になればなるほどね、めんどくさい人たち平気で1週間とか片付けん人やから、今日はさっさと片付けていきたいと思います。逆パッキングなんでね、作業用とか、皆さんも何か作業しながら一緒にね、片付けとかしようぜっていう感じでやっていきたいと思います。それでは、レッツスタートさ、もう東京いる時はそんなだったんだけどさ、岡山帰ってきたとさ、もうすごい目もかゆくて鼻もくしゃみもめっちゃ出てさ、薬飲んだんやけどさ、もう今日も本当はメイクしようと思ったのちゃんとしたらさ、もう目が朝起きた瞬間かゆすぎて、もう冷えてかいちゃってさ、目が痛すぎてもうメイクできんかった。めっちゃヒリヒリする。私多分これからちょっと動画鼻声になるかもしれん。というわけでもうね、すっぴんでも申し訳ないけどゆったりやっていきましょう。編集中に自分の顔に絶望するパターン。服とか洗濯物はもう出してるんでね、さすがにそこだけはちょっと気持ち悪いんで一番にやるんですけども、いろいろ片付けようって私そんな持ってってないんだけど、これはね、ウームに忘れて帰るとこだったカメラケース。ネットワークパーティーの時さ、なんか女性の方々の皆さんみんななんかこういう肩にかけるポシェットとかこういうの持ってらっしゃって、私全然そういうの持って行ってなくて、なんかカメラとかもちょっと入れて手がフリーにできなかったのね。なんかほぼみんな持ってて、なんかみんな知ってたのと思って、私全然もうだから私一人でカメラ持って携帯持ってカメラのマイク持って一人だけね、めっちゃ荷物が多い女になっていた。荷物が多い女になりがちなんやな、マジ恥ずかしい。ちなみにどうでもいいこと言わせていただくと、今日はすっぴんでもう 前髪も髪も何にもしてないので、この視聴者さんにいただいたジェラートピケをね着てちょっと女子力を高めました。あとパーティーでこちらをもらいました。トレーナー、思わず私の大好きなトレーナーが手に入った。袖はかなり長い。すごい美味しそうなお料理も用意してくれるし、すごいなんだろう、すごいな、おもてなしの心が。こちらも記念品としていただきました。なんじゃと思う、なんじゃと思う。マッシュスリムサーモステルレスボトルルレ水筒ですね。このフィフスアニバーサリーウームネットワーク、めっちゃかっこよくないこの水筒、嬉しい。私このタイプの水筒めっちゃ好きで、私がこれ学生 YouTuber だったらこれ絶対学校に持ってってさ、自慢しとったよ。そんなことはしないんですけども、でもねやっぱね2日間東京にね行ったわけやけどもね、すごい楽しかったんやけど、やっぱめっちゃ疲れてるよね今。何の疲れがね何の疲れがね溜まっているかというと、やっぱり1日目はちょっとやっぱ気疲れ楽しかったんやけどでもちょっとやっぱ人見知りとしてはね、もう大勢知らない人がいる場所に行くのはやっぱりちょっと気を張るもんでね、ちょっと楽しかったけど気疲れをしちゃったのと、2日目は普通に体力的に疲れた、物理的に。1日目疲れたねってなってディズニーでねめっちゃ歩き回ったりねしてたので、それで疲れて現在気疲れと体力疲れの両方が来ている精神的にとね物理的に。そうそう、それでディズニーでね私初めて、人生で初めてね、こっちバッグも片付けなきゃならないけど、こちら、はい、ディズニーのカチューシャを買ったんですよ。何気にね、ディズニー3回ぐらい行ったことあるけど、今まで、今回ので4回目だけど、買ったことなくて、初めて買って、ほら、テンション上がりました。ディズニーの耳ってこんなんなんだと思って、でね前私ディズニーのねC の方のピクサーのカチューシャを再現するっていうのでこちらを作ったんですけども、意外と耳ちっちゃいんだと思って、こっちの方がめっちゃでかいんですよ。わかるかな。重ねるとこんな感じで私の方がめっちゃはみ出してて結構でかかったっていう。ただ私ねちょっとカチューシャをずっとつけてると頭が痛くなるっていう感じで、案の定ちょっと頭がちょっとね後半痛くなっちゃったので後半外していましたもったいねえ、もったいない。せっかくねこれ1600円ね出したかったの、一日中つけとれる頭になりたかった。頭でかいんかな私ディズニーのね動画も上がるのでね、そちらもお楽しみにしていただけたら嬉しいでございます。とりあえずキャリーバッグから全部中身を放出いたしました。キャリバーの足をね拭くのがめんどくさすぎていつもね放置しちゃう。みんながねトイレとかね行っとるね足とかでねめっちゃいろんなとこ歩いてるわけですから、絶対きれいにせんとやばいね。お母さんが帰ってきた音がした。お母さんが出す音ってすごいわかるんだよね。なんか朝目覚ましで起きれんくてもお母さんの声で絶対一発で起きるし、お母さんが歩いとる音とかでも起きるし、お母さんが車のエンジンつける音とかでも起きる。お母さんの音に敏感だわ私。せえい、はい、さようならします。邪魔やん、犬たち。あ、そうそうそう、聞いて。家出る前にここにね、綺麗にね、漫画を積み重ねていってたの。いやさ、そしたらさ、このさ、めっちゃ漫画がさ、こう流れてんのよ。私マジでこうやって綺麗に重ねていってたのに、こうなだれとって、絶対誰かさ、いじったやろうって言って。あれですね、もう実家暮らしあるあるだよね。これもなんか、旅行で出かけとる間にちょっと部屋の配置変わってたり、ちょっと荒らされるっていう。許せねえ。漫画をね、片付けたいのにもう場所がなくて、本当にやばい。もうあそこにね、あそこ進撃の巨人を置いとるので、もういっぱいで漫画置く場所がないんよ。でも絶対自分の部屋に飾りたくて他の部屋に飾りたくなくて、もう置く場所がない。本当に雑誌もいっぱいあって、これ机の上散らかっとるように見えるかもしれんけど、全部インテリアというか大好きなグッズを飾ってます。私ね、もしね一人暮らしできたならね、あれです、趣味部屋が欲しい。自分の趣味の部屋を作ってうふふな空間を作りたい。見てください、パソコンのねステッカーも増えました。5周年のステッカーいただいたのでこちらに貼りました。あと中にもこのハトちゃんとこの5周年のネットワークのやつを貼ってます。そして裏にもめっちゃ貼ってます。もうステッカーね、使わず取っとくタイプの人間やったんやけど、なんか貼らんとやっぱもったいないなと思って全部貼りました。どんどん自分のパソコンになっていってね、嬉しいですね。一発で見てわかるし。あ、最悪最悪最悪。雨でびちょびちょの傘を干すの忘れていた。なんか最近東京行った時雨が多い。本当に名前的に雨女になっているのかしら。汚いな、なんかやば。旅立つ前に財布から出した大量のレシートが転がっていた。気づいたらもう数ヶ月分溜まってるからな、ほんとレシート。ダイソー、はぎれ、ギンガムチェック、マスクゴム、ホワイト、ポンデストロベリーショコラ、ポンデダブルショコラ、ゴールデンチョコレート、ポンデショコラ。だらしだ、だらしだ。傘干してこよ。ときめきの引力に吸い込まれてしまった。もう色は表情もね、隠せないけど。いいティッシュを持参しました。ポケットの中身を出しまして、今回ね視聴者さんにいただいたバレッタとピンをねありがたく使わせていただきました。やっぱ美人な人が多くて、パーティーの話にまた戻るんだけど、いや私のねイモさがよりウギだったというか、もともとイモなんじゃけど、そこは認めるんじゃけど、さらになんかなイモ感が増してしまったなと思いました。最近の動画のコメントでレインさんなんか芋っぽさがいいみたいなコメントがあったんやけど、消えてるの。みんながねやっぱ消そうと思ってね消したコメントもねちゃんと私の目には入っているので安心してね。よし、というわけでちょっと汚くなったのでちょっとお掃除して終わろう。っていうかな、そういえばな、言うの忘れとったけどな、てか Twitter では言ったんやけどな、パーティーの前にいつも行っとるね新宿のね岡田屋っていうのね屋さんに行こうと思ってたの。そしたらそしたらまさかの定休日やったの。高校生の頃からさ布屋通っとるけど定休日に当たったことがなくて、てか不定休なんだけど、なんなら年中無休かと思ってて、もうめっちゃショックだった。もうめっちゃショックすぎて傘さしたまま駅の中入ってった。すげえ迷惑なやつだったと思う。めっちゃ申し訳ない。しかも新宿という人が多い駅で。なので今回買う予定だった布はネットで頑張って見つけて適当に買います。よし、はい、というわけで旅後の逆バッキング終わりました。すごい、この私が帰ってから次の日にすぐ片付けれるなんて。みんなもねなんかお掃除とか片付けとか逆バッキングとかね、そういう時にこの動画をね流し聞きしてくれたら嬉しいでございます。というわけでね、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。この動画がちょっとでもいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。概要欄に Twitter と Instagram のアカウントのリンクも貼ってますので、ぜひフォローお願いいたします。というわけで今日の動画は終わりです。お疲れん。ありがとうございました。わっしょしょ。わっしょい。